まあ、破天荒って言えば破天荒だし、まあ、僕はあの小泉純一郎さんという、はい、かつて総理大臣にいましたけど、今も生きてますけど、あの道路公団民営化とか一緒にやって、この人は変人って言われたんだよね。まあ、変人でしたよ、確かに。面白かった。もう石原慎太郎っていう人はね、変人じゃし、偉人ね、異なる人ね、うん、変人、偉人で、僕たまたま変人やって、この次に偉人であったから、うん、面白いのが、やっぱ変わった人が面白いんだよ。だからね、発想がね、やっぱり、なんていうかな、その、こう、順番に物を考えていくんじゃなくて、飛び飛びに考えたり、横に飛んだり、いろんなものが出てくるのが発想だと思うから、そういう意味でやっぱり、石原慎太郎、偉人だね。それは面白いよ。だからそんな偉人の家に住んだら大変だろうけどね。なんて言うかね、うちの父親はね、一言で言うとね、なんだろうな、まあね、一番わかりやすい。わがままな人間っていう、どうも当てはまんないよ、ね。まあ、わがままではあるだろうけど。いや、わがままっていうかね、わがままに生きるじゃないけど、うん、そういう、うん、いうところと。まあ、破天荒っていう言い方はあるけど。こうでもないんですよ。だってものすごい恩義大事だから。うん、あ結構あの細やかなっていうか、うん、繊細なとこあるしね。結構とは違うな。だからなんだろうね。その分かんないですけど、僕がその、まあ、石原慎太郎という人間がうちの、まあ、父親で近くにいたじゃないですか、うん、芸能界に入って非常に得をしたというか、うん、重宝したのは、うん、そういう、まあ、その偉人としてますよね、うん、偉人探知機が僕にはついてるんですよ。だから、うん、こうやってパッと会った時にうわぁ、いたいたいた、またいたよ、めんどくさい人いたな、ここにおいって。うわぁ、この人、まあなんか、まあ、ニコニコ笑ってるけど、絶対笑ってないよな、とか、こう、親しく喋ってる。あれじゃない、吉純さんはセンサーができたんだな。できた。この人、何、そっか、何見てるんだろうな。まあ、それは、俳優でも、活人とか変なのいるよね、いっぱいね。うん、まあ、役者さんもいるし、うん、あと何、何なんだろう、いや、経営者にもいますし、うん、それから、もう全然違う。あとセンサーが発達した、じゃあ。いや、それだけはもう、わかりますね。あれさ、長男の信照さんもさ、うん、こう、僕がどういうことで民営化の時に彼国交大臣だったから、いろいろあの抵抗勢力って怖い人たちいっぱいいたから、うん、ね。あの人ね、避けるの上手だったよね。あ、だから多分ね、お父さんの雷がどこにいつか落ちるかっていうのをパッパッパッて避けてたんじゃない？ふーっと、ふーっと避けるんでしょうね。ウィービングみたいなのができるなと思って、あれやっぱ親父のせいだなと思いましたね。僕はね、うん、だからね、逆にそういう人がいたら近づいてくるんですよ。うん、これ面白いんですよ。近づいてくるじゃないですか。うん、でね、このギリギリの距離っていうのがあって、うん、近づきすぎた途端に、うん、バーンって引っ張ってかれるんですよ、うん。本当に。そういう人って。引っ張ってくるといろんな意味で。うんうん、だから、ふーって、そうかといって、一定の普通の距離でいると、うん、興味を示してくれないわけですよ。うんうん、あ、そうっていうわけで、うん。それが、いやいやいやってこう近づいていくじゃないですか、うんうん。で、これがね、楽しいね。どこまでこの人近づいてって大丈夫なのかなって。やっぱり、あれだな。観察せざるを得なくなったってことだろうな。まあ、次男ですからね。かわいそうっちゅうことですね。っていうか、まあ、まあ、次男というか、長男も大変だったと思うよ。そう、え、猪瀬さんは、僕は次男だけど。あ、偉いですね。長男を立てて。いやいや長男はだから、ウィービングを覚えたみたいな、僕は見た感じで。だから、次男はセンサーだな、じゃあな。だから、まあ、まあ、それぐらい、それぐらいとは言わないですけど、まあ、面白い人でしたね。まあ、だから、そういう意味で、今ね、足りないのはね、そういう偉人みたいなのが いなくなってくると退屈な世の中になるんで。僕でもね、うん、そこがね、その、今結構、その、面白い人っていると思うんですよ。そうかな。うん、その、それをね、僕らが、猪瀬さんおいくつですか？僕は76。76とか、僕61ですけど、うん、61、うん。つまんないとか、なんとかっていうのは、うん、もう、その、なんですよ。彼らの生きてる尺度が違ってて、うん、その、例えば僕テレビの人間じゃないですか。うん、テレビのコマーシャルって、昔は例えば車ですとか、うん、化粧品ですとか、うん、ビールですとか、うん、今そういうコマーシャル減ってるじゃないですか。うん、で、多分見てて、なんだこれっていう、何の宣伝なのか。よくわかんないカタカナの。でしょ、うん、ローバージみたいなのばっかりじゃない。で、そのもう、うん、テレビのコマーシャルも変わってるし、うん、その中で、うん、世の中は変わってて分かんないことがあるじゃないですか。うん、で、僕ら分かんない人間が、うん、その、こいつらはつまんないとか、なんとかって言っちゃいけないと思うんですよ。僕はその上の人間がもうそのごちゃごちゃ言うな。だってなんでかって言ったら彼らが考えてること、彼らがやってること分かんないんだもん。今すごいですよ、だって。僕、自分がやってるコマーシャルでこんなことが仕事になるのっていう
隙間を取ってきたりとか、うん、それから、なんですか、この間なんか IT のなんかフォーラム見てて、クラウドがあって、クラウドを自分で作るのがめんどくさい、うん、大きいクラウドがあって、そのクラウドを移転させる技術の会社ですって。そんな会社何やってんの？でもこれがね、これが、30いくつのやつがすっごい面白いんですよ、喋ることが。これがね、わかんないですよ、言ってることが。でも僕ちょっと勉強してたから。でも、こいつ頭いいな、面白いな、と思って。それはあれ、やっぱり東大の原子力工学なんです。でね、頭のいい人間。でね、知らないじゃないですか。でね、それはね、もう僕らは知り得ないんですよ。まあ、それは常にそれはそうなんだけど、うん、デジタルの時代だから、それはそうだけど、それはみんなそういう人たちは未来からやってくるから、どんどん違うことで出てくるのはいいんだけど、やっぱりね、僕は文学作品っていうのは、それは超えてるもんだと思うよ、常に。そういう新しいデジタルみたいなものを含めてね。超えてるか。うん。だからそうじゃないと、それは、その、かつて、太宰治の時代があったり、大外漱石の時代があったり、うん、その都度やっぱりそれを表現してて、で、それはそう簡単に古くなるもんじゃないから。僕はあんま文学作、あれじゃないからわかんないんですけど、すと、今の文学はつまらないっていうこと？まあ、それは、だから、簡単には言わないけど。いや、なんかわかんないですけど、でもね、そのなんか、ひな形ってあるじゃないですか。人、男と女が好きですと。うん、だからそれに反対する親がいますとか。うん、で、そういうのって脈々と昔から、その、ただその構造は残ってる。残って変わらないじゃないですか。うん、それの描き方が、こう、変わっていくだけであって、うんうんうん、それを全然今の若い人たちが分かってないわけではないでしょ。ただね、まあ、これは、ちょっと、あえて引き戻すと、うん、石原慎太郎という人は、国家という言葉を使うよね。国家というものがあるんだと。国家というものがなくなったら終わりなんだと。という言い方はしてるわけで。その部分は基本的にはどういう時代であろうが変わらないからね。僕がじゃあ今のその若い人たちの中で何が怖いかなって思ってることといえば、今そのたまたま国家っていう単語が出たんですけど、うん、この間、たまたま、鹿児島の治安に行ったんですよ。うん、で、チランっていうのは、うん、その陸軍の特攻隊の出撃基地で、うんうん、そこに特攻平和会館っていう、うん、まあ、そういう展示施設があるんですね。うん、で、うちの父親なんかもほら、トメさんに親しくて、行ったんですよ、うんうん。で、まあ、ちょっと時間があったんで、見てたんですよ。うん、で、バーッと見ると、ゼロ戦が置いてあって、で、あとは、ガーッて壁一面に、その、若い人たちの写真が貼ってあって、うん、まあ、出撃、名前、階級、出撃、日時、方面とか書いてあって、ダーッと壁ドーン、それで、そこに、ちょっとこう、その人たちの衣装が。で、僕は、うん、僕らの世代は、まだね、まあ、変な話ですけど、戦争ごっこもしたし、うん、戦争映画も見たし、うん、戦艦大和があって、ゼロ戦がこうやってっていうのを、で、遊んだんですよ。うん、で、うちの子供って今、大学1年で、うん、それで大学、あと高校2年の、うん、これ分かるのかなっていう。それはさ、分かるのかな、分かるんだよ。それ分かるんだよっていうのは、ちょっと話訳するけど、ウクライナの戦争やってるでしょ。うん、だけど、ウクライナの戦争って、すごく頑張ってるじゃないですか、ウクライナ人が。うん、日本人の若者も頑張れるのかなって、そこだけなんです、心配は。だから、今見てると頑張れないように見えるから、そこは問題なんだけど、でもやっぱりね、いや、それはさ、ウクライナだって、みんな初めから戦争をやってる人たちがいたわけじゃないから、やっぱり攻めて来られたら戦わなきゃなんないっていうことは、これはわかるんだよね。いや、それであればね、僕は、今の若い人たちも、その、なんていうんですか、ができる、できないとかということじゃなくて、任せればいいんじゃないかと。もう僕らが、その、上の世代が分からないことがいっぱいある。それはテクノロジーの変化ってもう、その、指数関数的にダーッと変わってるじゃないですか。この1年、2年、3年ぐらいから、ダーッと変わってったら、もう追いつけるわけないんですよ、僕らに。って僕は思うんですよね。いや、だけどそれはさ、テクノロジーの変化が、ちゃんと、ウクライナ戦争でドローンがあったり、うん、その、ID 情報でいろんなことやってて、やってるわけで、それはテクノロジーって一部だから、常にね。で、それはだって、それこそ、石原慎太郎がデビューした頃にはテレビあるかないかの時代で、まだ。僕でも、だから、それはね、だから、テクノロジーは、ちょっと前までだって、
スマホなんかこんなしかなかったの。